ウエスト。今日は堂安選手が日本代表戦の、コロンビア戦ですねの後に、ま、J リーグっぽい試合をしていたみたいな発言があったっていうんですけど、ま、僕試合も見てないですし、ま、普段ほとんど見ないのであのあんまり分かんないんですけど、まあ、要は縦パスがあまり入らなかったっていうことみたいなんですが、まあそれが J リーグっぽいかどうかは置いておいて、まあ何のための横パスかっていうところはやっぱりサッカーにおいて大事ですし、まあ、横パスだけじゃもちろん崩れないのは確かですし、そこを織り交ぜながら幅を使ったり、中から行ったりっていう攻撃が相手の裏をつくことが大事なんですけど、まあ僕があのクラブワールドカップで昔鹿島の時代にレアルとやってですね、彼らっていうのはその味方との距離感が遠いままでも強いパスを通すことで横パスだけでも結構崩れるというか縦パスのコースが開くんですよ。でその辺が一番やっぱり日本人と違うなと思って、そのパススピードの速さですね。でJリーグだとこの距離感を近くすることによってパスのリズムを作ったりするんですけど、それが距離感の遠いままでできるっていうのが凄さかなと思いましたね、あの時。で、その横パスで、まあ、縦のコースを開けることができるんで、まあ、縦パスが楽に通せると。なのでまあ、日本代表が意識をしてそこをやるっていうことも一つですし、あとは、まあ僕が意識してるのはやっぱり相手の矢印の逆を常に取っていくっていうことで、まあ、矢印の逆を取ることでやっぱり縦のコースっていうのも開くことを開けることができますし、でそれを合図にして、まあ、全体で攻撃し始めるという感じですかね。なのでまあ縦パスが入れないからといって縦に放り込むだけがいいことではないですし、もちろん堂安選手が言ったように横パスだけではもちろん攻めにもなりませんし、そこはバランスと相手がどう守りたいかっていうのを常に感じながら、その相手のやりたいことをさせない、相手がここではめたいなら逆に持っていくとか、そういう部分をね全体で共有しながら突き詰めていければいいかなと思います。まあ試合見てないんで詳しいことは言えないんですけど、ホツ川下りで船頭さんが、2人亡くなった件について、僕も2回ぐらいあれ乗ったことあるんですけど、すごい、まあ、その事故が起こったところらへんっていうのは流れも速くて、で船頭さんが長い棒を持って岩にこう棒をついて、船の何ていうんですか、操船をしたりするんですけど、まあ本当に点でこんくらいの穴にその棒をついて操船したりする。で、それを毎日やってるんで、その岩に棒の跡がこうついてへこんだりしてるぐらい、本当に繊細な技術を必要とする操船なんですよね。で、それをずっとやってきてる、まあ、方たち、船頭さんが、なんですけど、まあ、こういう今回、まあ、後ろの船頭さんが、バランスを崩して落ちちゃって、で、二人で操船してるわけですから、一人がいなくなって操船できずに転覆してしまったということなんですけど、本当に水っていうのは怖くて、僕も2020年に、この時期4月ですけど、釣りによく一緒にいていたお世話になって方を釣り中に事故で亡くなるということがありまして、本当に水は怖いなっていうのをそういうところで学んでいるわけですけど、まあ、見た目にはわからないその表面上じゃない水の中っていうのはすごい、なんていうんですか、巻いてる部分っていうのはすごいあって、でそこに入っちゃうと、まあ、ライフジャケットとか、まあ、着ていても上がってこれないらしいんですよ。でその、まあ、僕の友人の方もそれで上がってこれなくて亡くなっちゃったんですけど、本当に水の力っていうのはすごいですし、僕も釣りをやるので気をつけながら流れや岩への当たり方とか十分に注意してやるようにはしていますね。お客さんは一人も
なくなることなくっていうところもあったので、そこは不幸中の幸いということでしたけど、まあ、皆さんも水で遊んだり、まあ、川の近くで何かやるっていうことがあれば、その辺は十分に注意していただきたいなと思います。まあ、僕北海道でウェディングってウェーダー、ここまでのね、胴長みたいなものを着て釣りをするんですけど、まあ、それなんかも本当にここを深場に入ってしまって、ここに水が入ってしまうと、重たさも加わって、浮いてこれないというか沈んでしまうっていうふうにも言われていますんで、まあ、あれやっぱりウェーダーであれば、腰のベルトをちゃんと締めるとか、そうすることによって水が中に入らないっていう効果もあるんで、その辺をきちんと皆さんも守っていただければいいかなと思います。それでは練習いきます。鹿島行きたいみたいな、なったことあります？いや、そのどっかに行きたいとか なったことないけど、でも話来たら、はあ、全然一回行ってみたかった。行く前もどこ？鹿島。あ、そう、うん、興味があった。川崎もそうだったんだけど、ああ2017、8ぐらいの感じ。合うんじゃない？でも、あの時は楽しかった。小笠原光雄のかっこよかったですよね、あれとね。なんか感じに似てるとこありますよ、ね、マジ。結構一つのチームにいるってすごいっすよね。すごい。小笠原さんとかでも俺一つのチームにいてあのオーラ出るのすごいなと思うんですよ。なんすかね、なんか分かります。いや、やっぱでもイタリア一回行ったのがでかかった。あ、そう、うん、そうなんかな。帰ってきてプレー変わったって言ってました。あ、そう、はい、もっとテクニカルな感じだったんだけど、多分フィジカルガツガツいかないとって思って、うん、で帰ってきてから3連覇したんで。すごいね。あの人辞めるとき正直俺ら他チームからしたら、え、辞めたみたいな、なんかあんまりこう、うん、辞めるでっていう告知があってから辞めたんじゃなくて、うん、急に辞めておらんくなったんやけど、あれはなんか予兆あったの？なんかクラブとか周りも辞めるらしいよとか。ないかもね。あ、そう、急におらんか。それを多分伸ばしてできるだけやるとかいう選手ではないじゃないですか。そうなんだ。あと引退試合とかも絶対やんないって。ねえ。だから急におらへんなったんだよ。 J リーグから。え？全部断ってんですよ。あ、そう。オファーとかだったんですか？あるかもね。独特のオーラを持ってました。うん、West. サインしたのを昔売られたらしいんですよ。あ、そう。それ以来もうしないと思って。面白いね。ありがとうございます。絶対書かない。書かった。そう。でも ACL で優勝した帰りに、そう、イランまで来てた人たちには書いてた。書いてた。やっぱそこは、そう、鬼の小笠原さんでも仏になった。はい。で、そのファンの人の喜んでるのがすごく、泣いて喜んだ。でも逆に価値高いの、サイン。サインが。サインないでしょ。あ、サインはないです。サインないの？本当にもらったことないです。ちっちゃい小学生の自分が言ってもくれなかった。ください。本当無だよ。見向きもしないでしょ。それでも見向きもしなかったかな。確かに。と思うよ、はい。それでも好きなんですか？好きってか、まあ鹿島のやっぱ取ってははずれない選手ですから。すごいよ。それやる根性ないっすよ。はい。相当だからあるんでしょうね、自分の理論が、うん、くれない人ってちょっと後で後でみたいな感じで、なんかこう、それ一番ダメじゃん。ダメ、うん、嘘ついてんの。